トリックアトリート。皆さんこんにちは。奈良県大和郡山在住魚人系 YouTuber の金魚小枯らしというものです。よろしくお願いします。JK です。この通り、はい、最近ちょっと JK になりました。よろしくお願いします。これからは魚人 JK としてポケモン実況会を盛り上げていこうと思いますので、よろしくお願いします。そして対戦相手のパーティーですが、初代統一ですかね。あ、なんか右下ちょっと知らないポケモンがいるんですけど、まあ、そんな感じに見えますね、これね。さて、こちらのパーティー、やっぱ大和郡山といえば金魚なんですよね。まあ、なので、私の在住している大和郡山市をどんどん盛り上げていこうかなと思って、今回はハロウィンと金魚の融合をやっていこうと思います。いや、それはいいねんけど。選抜だからさ、これ。ちょっと待って。全然前が見えへん。ちょっと待って。ツバが、ちょっと待って。見えへん。どうしようこれ。もう時間がないし。ちょっと待って。これ、ハロウィンもクソもねえぞ。パンプジン、ロトム、アズマオーレ。これでいこうと思います。対戦よろしくお願いします。ちょっとごめんね。ちょっと、お魚さんってさ、横に目がついてるから、ちょっと、正面の画面が全然見えない。まあ、魚眼 JK です。うわ。何これ。かわいい JK やな。さあ、パンプジンの持ち物、今回ハードスイーツを持っています。まあ、サンダーが出てくることは容易に予想ができたので、ここでギャフンとハードスイーツを見せていこうかなと思います。食べ残し。さあ、どうやら、サンダーさんはトリックオアトリートをされる前に、どうやら先にお菓子を食べてしまったようです。ここで私は成人ですので、ここで可愛くハートスイーツを見せていきたいなと思います。まあ、熱風が飛んできましたね。これは全くもって問題ありません。ここでトリックを華麗に決めていく。さあ、これで食べ残しを奪うことができたので、ハートスイーツ、これでいい感じにホイップアートリートできましたね。ちょっと、何言ってんねん、もう。全然見えへん。ちょっと待って。全然見えへん。ここ、アズマホに交代します。相手はこれ、有効なラインで、角ドリルがガン刺さりします。さあ、いい感じに決まりましたね。さて、ここで相手が10番ボードとか押してくれると、飛来心が発動して、結構優位に立ち回ることができるのですが、どうなるでしょうか。全然食らえませんね。さて、ここ、ちょっと、角ドリル見たい。ここは角ドリルガツンとぶち当てていこうと思います。まあ、アズマ王は特性飛来心持っておりますので、ここは無効化されます。普通にラッキーが出てきましたね。さあ、ここはもう華麗に貫け。まあ思考回数ありますからね。ここはもう思考停止で角ドリルをぶち当てることができたら、まあ、私ちょっと角ないんですけど、全然いいですね。これは毒毒は効きません。むしろ特攻が上がりました。当たらないね。なかなか当たりませんね。この辺で当ててくれないと僕めちゃくちゃ困んねんけど、ラッキーよりも、遅いんか、この時も。まあ、素早さ打っていないんで仕方はないですね。当たりませんね。お前全然当たらへんやんけ。お前ピリアド2やぞ。さすがにソース当たるやろ。さ、思考停止でどんどん地球投げされまくってますが。この辺で機能に発動するかな。発動しないし、あ、ここで当たるんかーい。まあ、ただこれサンダーに温存ができますので、いや、これは全然問題という問題はありませんね。問題は不思議花なんですけど、不思議花をどう対処するかっていうところが個人的な問題となりそうですね。またドガス。またドガス。もう思考停止すぎるんだが。待って。考えさせて。これも、つけた方がいいんかな。いや、でも白は多分、サンダーに関しては、多分ヒートもでなんとかなると思うんで、ここもハイドロポンプいっちゃいます。飛来心で特攻パクったんで、あとアズマ王だったら多分さすがに、相手に対して何もやることないと思うんで、めっちゃ食らう。わし、金魚最強か？あれ、金魚最強かもしれんぞ、これ。何ができんの、こいつ。
メトロバックなんでしょ、耐えるでしょ、また動画するぐらいやったら耐えるでしょ。あ、耐え耐えないみたいです。耐えへんのかーい。いや、ちょっとあそこは個人的には耐えてほしかったんですけどね。問題、サンダーをどう突破するかですけど、サンダーをどう突破するかが個人的にポイントかな。まあ、こだわりメガネ今回電子レンジは持ってるんで、まあ、多分勝てるんじゃないかな。あ、全然見えサンダー、いやこだわりメガネ舐めたらあかんで。まあ、そのサンダーがどういうサンダーかは全然知らんけど、はい、めちゃくちゃ強い、はい、強い、いや、これは強いね。あ、これ相手なすすべないんじゃないでしょ、初戦で勝てるんかよ。初戦で勝てる、いや、別に羽休めされてもそっちの方が先に PP 切れるでしょ。いや、それに関しては全然いいから、いや、全然相手が行動に転じんかったら、これに関しては相手どうしようもないし、いや、これは別に10万連打でいいですね。うん、相手が無限に羽休みをしてきたら、まあ、ちょっと話が変わってくるのかなという感じはありますけど、してきそうな感じがしますね。いや、別に全然それはいいかな。うん、食らうな、ほんまに。それにしても、それにしても食らいますね。相手はなんかサイクル寄りな感じのパーティーですけど、羽休めって PP いくつ、16やったっけ、あれ。羽休め PP16 やったよな、確か16やった気がしてきた。まあ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 、 PP 的にはこっちが有利ですからね。相手が PP 何にかけてくるんであれば、また話が変わってくるんですけど、相手がここ15回連続で羽休みをする勇気があるのかどうかっていうところが一つポイントですからね。お対戦に集中しすぎて何もできてない。まあ、羽休み連打でね。ちょっと、痛い、あ、いや、手が取れない。ちょっと待って、手が取れない。ちょっとね、かゆくなり、ちょっとね、エラの方がちょっと調子悪いみたいで、ちょっと僕思考停止で。まあ、ちょっとこの辺でちょっと対戦キリがないんで、この辺で一回引きましょうかね。ちょっといい加減めんどくさい、いい加減めんどくさいんで、オーバーヒートに変えるわ。もうだるすぎる。いい加減だるい。ここで熱風飛んできたら相手うまいですね。いや、さすがにそれできないと思うけど、さすがにできない。さすがに跳ねますね。オッケー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 。もうオーバーヒートに変えるわ。まあ、正直 PP のことを考えると、まあ、10万ボルト今回 PP 増やしてないんで、今回これでごまかしていきますけど、普通だったらここは別にこんなことをしなくても全然大丈夫なんですが、もうめんどくさいんで、ここ普通に交代します。でもやばい、俺この中でさ、さらにヘリウムスプレーつけようと思ったのに、これ仮にヘリウムスプレー入れてたら間違いなく死んでたな、これ。え、あの、さっきサンダー10万ボルトで、なんか8割ぐらいってオバヒー飛ぶでしょ。さすがにオバヒーで飛ぶんで、ここはオバヒーでいきます。熱風、あ、捨ててきましたね。これ買ったんじゃない、さすがに買ったでしょ、これは。当たれ、よーし。まあ、こだわりメガネオーバーヒーは無理でしょ。お前、耐えんの、お前耐えんの。乱数じゃないん、これ。多分乱数だと思うんで、ここは羽休みの PP むしろ使わした方がいい。まあ、やけどもあるんで、ここに関しては、まあ、大丈夫じゃない。うん、ここはまだそこまで、あの、十分耐えてるんですけど、あの、乱数が、ただこれ相手ドクドクなさそうな感じがする。まだここ羽休めかな。いや、まだ羽休め使わそうがいいか。いや、ここ羽休めわざと使わしに行きます。いや、多分それでいい。ちょっとここは羽休めを無理やり使わしに行って、それであとは最終的に羽休みの PP が切れたところで、ちょっとやり方を変えていく感じで行こうかなと思います。多分それでいい気がすんな。まだここで羽休みを意外うまいこと稼げに行けてるんで、で最終的に10万ボルトでずっと多分突っ込んでいったら、そのうち倒せると思うんで、 OK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 、 単数いい感じに稼げてきてるんで、ここでオーバーヒートで
まあ、やけど引いてくれたらそれでいいんですけど、あ、OK、勝ちましたね。OK。まあ、結局、PP 増やしてなくても、まあ、なんとかなったから、まあ、全然、なんとかなりましたね。ちょっと、今回 Z 技を使えてなくて、ちょっと、せっかくさ、スカート履いたのに、全然何もできない。ちょっと待って、またなんですね。もうこれも、もう引きで終わりですね。引きで爆発して、勝ちちゃう、これは。ああ、毒ったね。まあ、これは別に、全然問題はないです。オッケー。ちょっと大爆発で、適当に退場して、10万ボルトで、多分、勝ちだと思います。いやー、ちょっと、魚人系 YouTuber として、これからちょっとポケモン界を侵略していこうかなと思うんですけど、これスイカチャンネル乗っ取っていいですかね。これね、早っ。いや、だってこのスイカとかいうポケモン実況者と違って私結構強いですし、それにプレイングの調子をちょっと劣ってるところもあるんですけれども、多分スイカとかいうクソ実況者と比べてだいぶ僕の方が、あ、僕っ子なんで、まあ、あるんで、いや、多分私が一番このチャンネルに合ってるんじゃないかなと個人的に思うんですけど、どうですかね。あ、勝ちました。ちょっとこれからちょっと皆さんちょっと考えていただけると嬉しいです。ありがとうございました。うぅ、くっさー。